アダムです。今日はなんか視聴者さんからまあね、食事がねすごい気になると、だからどうやったら体が大きくなるか、そのための食事はどういうものをしているのか YouTube にアップしてほしいというお声が非常に多かったので、卵以外の食事をあげます。今日これ実際3食目なんだけど、普通はもうこの時間ちょっともうね夜の8時過ぎてるんだけど、だいたいこの時間はもう4食目ぐらい食べてるんだけど、ちょっと今日バタバタしちゃって、これ実際3食目です。はい、で今日の食事なんだけど、しゃぶしゃぶですね。必ず1日に1回は、しゃぶしゃぶをします。でなんでかって言ったら楽だから食べるだけです。なんで別にしゃぶしゃぶしなくても全然皆さんは何でもいいです、タンパク質が取れれば。じゃあちょっと紹介していこうかな。まあ、まずね、鍋の中に何が入ってるかっていうと、まず豆腐一丁っていうの、一斤っていうのわかんない、豆腐を1個ぶち込んでます。それとえのきエリンギ、どっちわかんねえ、まあきのこが入ってます。でこれは食物繊維があるから、まあ、便秘改善とかになる、だから食べます。であとはお肉ですね。お肉でこれは、350g ぐらいあるから、タンパク質はあれうちの猫ちゃんが来たな、大体60ちょっとぐらいあるのかな。はい、60ちょっとあります。それから、ヨーグルト食べます。これタンパク質 3.5 ですね。まあ、R1 って言って、これも便秘改善とか、まあ、腸をね綺麗にしたいので、まあ、こういうヨーグルトとかもねよく食べます。では実際に食べるよ。でポン酢をね入れて、ポン酢入れてお肉をね入れます。こうやって1枚ずつね、なんかここにドバッて入れる人もいるけど、もう結構几帳面なんで1枚1枚入れてく感じだから、なんだろう、結構味わって食べるかも、一つ一つの食事を。あんまりこうね味わえない人もいるかもしれないけど、生もんは結構味わって食べるかな、そう思うとね、味わったり。しゃぶしゃぶだから多分すぐお肉も食べられるから、まあこんな感じでも食べる。これでポン酢でこのまま、最高。こういう感じで食べます。あ、ちなみにあれだ、ご飯、これご飯の量は 2.5 合ですね。 2.5 合あります。まあ、いつもだと3合ぐらい食べちゃうけど、まあ今日ちょっとお米がなくなっちゃってお米がなくなっちゃったから 2.5 合しか炊けなかったんだよ。しょうがない。みんなさ、一食でどのくらい食べるんかね。どうみんな一食どのくらい食べるの。アナゴこれが普通だからさ、わかんないんだけど、普通がこれがアナゴの普通だからわかんないけど、普通の方はどのくらい食べるんだろうね、分かんないよ。つまんない、大丈夫、食べてるだけだからね。今日の視聴さんがどういうものを食べてるかあげてほしいって言ってるから、あげてるから、あんまり興味ない人は見なくていいか見なくていいってやべえな。いや見て、やっぱり見てくれ、うまい、
これずっとってもしょうがねえな。ね、こういうものを食べてるということですね。これはコーラです。いい感じ。なんとか質問あったらコメント欄でコメントしてきてもらって全然大丈夫だからコメントして。最近 YouTube 調子悪いんだよ最近いやコラボもさ溜まってるんだけど、ちょっとあの子の事情がありなかなか動けないんだよね。まあ、これからどんどんちょっとコラボ増やしてちょ YouTube バンバン上げていくんだ、ね。まあ、前回も言ったかもしれないけど、まあ、あとは9月に入ったら減量します。その減量する理由っていうのはちょっと大会に出ようかなっていうところで、まあボディメイクの大会と、まあ、格闘技もね今ちょっとやってますけど、体重が重すぎてスピードがめっちゃ遅いもうびっくりしてる。だから自分の適正体重って分かってるから、どのくらいかそこまで落とす。ちょっと今はね重すぎる、自分でそう思う。もうこれ以上大きくならないと思う。ナチュラルで限界があるじゃん、まあ、ナチュラルの限界ってあるから、筋肉つける限界ってあるから、まあこれ以上、筋量を増やすために増量しても、まあ、筋肉は多分増えないんじゃないかなって思ってる今日この頃。しょうがないね、ステロイドやんないんですかっていう人もいるんですよ。天野さんステロイドやったら絶対すごい選手になりますよとか言ってくれる方もいるんだけど、ステロイドはやらないです。とりあえずって言ったらあれだけど、ナチュラルで、ね、今は行きます。ナチュラルでも大きくなれるんで、脂肪を取っちゃうけど大きくなれるんでね。ナチュラルで頑張ってる人はぜひね頑張って大きくしてください。かといって、まあこれもね前も言ったかもしれないですけど、ステロイドやってる人を否定するつもりも肯定するつもりもあのもんはないので、まあ、その方のね決めたことですし、その人の人生なので、私はそれに関してどうのこうの言うつもりも全くないので、大丈夫かな、大丈夫、まあ、人それぞれですね、それは人それぞれだから頑張ろう長すぎだよね、多分俺あとこれ20分ぐらい食うからさ。マナモの食事の卵以外の食事ということで今日はご紹介しました。まあこれをまた同じのじゃないけど、お肉をもう一食食ってプロテインを飲んで卵を食べてっていう感じで今日は食事は終了という形になりますね。ちなみに今日トレーニングはオフなんで、はい、トレーニングはしませんけど、まあ、普段はこんな感じで食事をとっているので、まあ、皆さんで、ね、参考にしていただければいいなと思います。これお金もかかってないんで、この肉もあの300円なんですすごいでしょ、 350g 入って300円です。すごくないですか、豚ロースめっちゃ安い。これも200円ぐらいの豆腐とねキノコ入れたらそんな感じです。なるべくお金かけないようにしてバルクアップを目指す食事を紹介しました。大丈夫。今日はこの辺で YouTube は終わりにしたいと思います。また次回ね、お楽しみください。撮ってほしいものとかリクエストがあれば、それね撮影しますので、ぜひ、コメントお待ちしております。はい、では皆さんまたお会いしましょう。おっすー。